はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日は中学受験国語知識聞き流し、重要な語彙ね、読解には語彙が絶対必要です。言葉はたくさん持っていた方が武器になります。では早速やってみましょう。今日はね、おからかまでね、お墨付き、太鼓判を押す、保証されることです。 A さんは B 教授のお墨付きの人物ですよ。おぞましい、身震いするほど嫌な感じです。口にするのもおぞましい事件が起きました。おのずから、一人でに自然に、3月になるとおのずからポカポカとした日が多くなります。おののく、恐ろしくてブルブル震えることです。この大統領の恐怖政治に国民はおののいていた。おびただしい、数がとても多いことです。おびただしい人たちがデモに参加していた。おぼつかない、心細く頼りないことです。その程度の練習では全国大会の出場はおぼつかないだろう。おぼろ、ぼんやりと霞んでいる、不確かな様子です。おぼろな記憶しかないのではっきりしたことは言えません。おめがねにかなう、目上の人から気に入られることです。長老のおめがねにかなったのだろう。僕は晴れて抜擢された。おもはゆい、恥ずかしい、照れくさいことです。柄にもなく妻にプレゼントをしたので、おもはゆい気持ちになった。おもむろに、ゆっくりとした様子です。僕はおもむろに手紙の封を開けた。おもんぱかる、深く考えること、思いを巡らすことです。十分に彼の環境もおもんぱかった上で彼の処遇を決めた。海外し、動作がキビキビしていることです。妻は海外しく夕食を作ってくれている。皆目、全く、全然何々ないっていう意味です。一体 A 社はどこに行ってしまったのか、皆目見当もつかない。画一的、みんな同じで個性、特色がないことです。日本の教育は画一的だ。愕然、非常に驚くことです。息子のテスト結果に父親は愕然とした。額面通り、見た目の通りっていう意味です。会社の業績は額面通りです。かけがえのない、取り替えることができないことです。あなたは僕にとってかけがえのない存在だ。風上にも置けない、卑しい人を罵るときに使います。こんな不正をしていたなんて、教師の風上にも置けない人だ。かしましい、うるさいことです。女の人が3人集まるとかしましいね。かたくな、頑固なことです。 A 君は志望校のランクを下げることをかたくなに拒んだ。固唾を飲む、手に汗を握ること、息を殺して見つめることです。試合の行方を僕たちは固唾を飲んで見守った。肩なし、惨めな様子です。せっかくもらった場面なのに、あの演技では型なしだ。片棒を担ぐ、悪事に加担することです。とうとう B 君はヤクザの片棒を担ぐようになってしまった。勝て、力づけるもの、心を豊かにするもの。自分には技術があったおかげで生活の糧にありつくことができた。角が立つ、
関係が悪化することです。そんな言い方したら角が立つからやめな。かぶりを振る、相づちを打つこと。一緒に来るかいって言うと、子供はかぶりを振ってついてきた。かまける、一つのことだけに心を取られていて他のことがおろそかになってしまうことです。遊びにかまけているうちに勉学がおろそかになってしまったな。かまをかける、相手に本当のことを言わせるために話に乗ってくるよう問いかけることです。彼が逮捕された件でかまをかけられたが、私は決して話をしなかった。かりそめ、一時的。あくまで B さんとの間柄はかりそめであった。かりそめにも、仮にも一時的にも一時的だったにせよっていうことです。かりそめにも政治家だったら今逃げてはいけないなんていうふうに言いますね。お墨付き、おぞましい、おのずからおののく、おびただしい、おぼつかない、おぼろ、おめがねにかなう、おもはゆい、おもむろに、おもんぱかる、かいがいしい、かいもく、画一的、がくぜん、額面通り、かけがえのない、風上にも置けない、かしましい、かたくな、かたずをのむ、かたなし、かたぼうをかづく、かて、角が立つ、かぶりを振る、かまける、かまをかける、かりそめ、かりそめにも。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。で、今日はここまでにしましょう。